うるせえ。やったー、ギグです。ってな感じでね、今回はね、この2日前ぐらいにやったバランス調整について飲まれちゃったことを思います。ついて飲まれちゃっておかしいと思うんですけど、ちょっとね、さっきまでねこのデッキでマルチ回してたんですけど、勝てねえわ普通に。マジでもうね、無理なんでね、ちょっとデッキを変えようと思います。そもそものでも情報されたカードはなるべく入れたいんで、そこを考えつつ、ダックプリいるな。あれ？ダックプリいないんだけど。マジ？ジャイスケラかペッカスケラ。ジャイスケラでいこうか。じゃあ、トリトンいらなくなっちゃうから、じゃあ、ペッカスケラでいきましょう。しょ！で、こんな感じいいかな。いや、ソレンとかいないな。ダックプリいらないか。うん。トリトンがさ、空攻撃できたらいいんですけど。あいつ全然空攻撃しない。だからもう、どうしよう。ファルチェエレキ。あ、もう普通に強そうな。あ。目覚まし。鳴ってるわ。お前鳴ってるよな。よし。あいつ鳴ってました。これ強そうじゃないですか、普通に。もうシンプルになんか強そう。よく考える。インフェどうすんの？ポイズンいらん。トレネでいい。なってきた。できたわこれ。で、エレキもコウモリに変えちゃう。あ、なんか紫っぽいデッキできたんで、これでやっていこうと思います。紫デッキ。まあ俺の作ったデッキね、俺デッキ作るセンスないんで、俺の作ったデッキは基本流行んないんで、このデッキの使用はもうね、使わないでください。うん、とりあえず情報されたカードでマルチやってみたって感じで。あべ、トリトン抜いちゃった。まあいいか、トリトンはいいでしょ。他の YouTuber さんも紹介してるんで、俺はじゃあ紫デッキでマルチって感じで。これトリネでね、緊急移動するんですけど、このトリネの位置もね、まだまだプロ意識、あやべ、滑舌。もう本当にしてくれ、ちゃんとしてくれ。うん。うん、よし。ケツッペ。完封できる位置があるんですよ。あの位置のバレルを、ちゃんと完封しつつ、キングに据える位置が、実在します。ワンピースは実在します。ってな感じで。で、ここにいろいろ、くっつけていきたい。なんで先行してんの、お前は。で、ここをトルネでまとめて、ダックプリの一発で、吹き矢を処理していく。そうすると、相手はスケルトンラッシュを処理するユニットがいない。アウトローのエリクサーなくね。見たこれ。うん。見たでしょ。見てないならいいんですけど、別に。見たなら見たって言ってほしいですよね。もう明らかにこいつ見ただろってのに、見てないってやついるんですよね。なんか、なんだっけな。やばい、それは。ファルチェ、強っ。え？ここは、ザップだけで緊急移動ができてるんでね。でも、簡単に抑えられますよって。ファルチェ、強いっすね。なんかもう、本当に、近距離系のユニットになっちゃいましたね。で、ダックプリの違いはそんなわかんないっすね、正味。そんなわからんくない。変わってないんじゃないかってぐらい。ここでケツッペをすることによって相手はどう攻めてくる。なるほど。これ左行きそうなんで、左にファルーチを出しつつ、でここをダックプリで処理して、うわー、それはいい感じのギャングだな。うわー、やばっ。これどうするかっていうと、こっちにペッカを当てて、あんましたくないんですけどね、これ。いてぇ。いや、でも強い。あいつ強いな。ペッカも、そこまで感じられないっすね。
まあ言うて強いんだとは思うけど、ファルチェが、なんか使いづらくなりましたね、でも。あ、やばい、運が多い。気持ち悪い、気持ち悪いじゃなくて、前回より使いづらくなったんですけど、なんか本当に近距離に特化した感じのカードになりましたね。なんかパピーとかも全然残らないらしいし。強くね、これ。まあいいや。紫デッキって呼んでください。あ、そうだ。あ、やべ。まあいいや。この話は後でします。あそこに戻らないとね、話ができない話なんで。よろしく。で、この手札だったら、なるべくね、待ちっすね。ペッカファルチェスケラは。待って、2倍入ってから攻めたいって感じなんですけど。まあ、来たんで、ダックプリーとアイスピード抑えていって、ディガーか。お。はっ。あれ？まあいいか。あ、やばい、それ。イエーイエーイ行ったね、今。ああ、これもうフリーズとかかけられたら、やばい。どうしよう。オッケー。ディガー。はっ。で、トルネ使った後なんで、あべ。あ、ま、あ、鳴ってるな、お前。え、鳴ってるな、こいつ。多分鳴ってますよね。で、これなんですけど、コウモリ出しても、うるさい。うるさい。マジうるさい。マジうるさい。許さんぞ。やりました。で、ここに、メガナイト使ったことによって、後ろのね、そう。で、ザップを使わせたことによって、このコウモリが生きていくと。え、これ強くね？普通に強い。でも、メガナイトだから相性もいいんですけど、言うて、結構、なかなかに弱点なさそうなデッキ。探せばありそう。ぜひ使ってください。もうこれはね、さっきは使うなって言ったんですけど、使ってください、もう。でも相手バルーンデッキなんで、空を警戒しつつ、あ、まあ、こっちかららしいか。あべ。もう早く出すべきやった。で、街に、だから、まあ、バルーン出せないっすよね。でも、イエー！このファルチェを若干延命したい。やばい。え？ 2 発なの？いくね。で、ここでスケラ打って、で、ザップで、相手はスケルトンラッシュに対して処理ができるので、コウモリを加えつつ、このアイスピによって、ダメージ加えていくんですけど、俺のスペルが、ザップしかないわけですよ。なんでね、これやばいな。なんか、流れ悪いわ。雰囲気も悪いわ。ザップ打って、これで、あ、全然いける。トルネアイスピで守れる。あ、なんなら、ファルチェ使って、ファルチェの方に、あ、ザップ、遅い。お、強いです。このデッキぜひ使ってください。本当にね、もうやばい、これは。よし。あ、やべえ、ミスった、やべえ、やるなってグッドゲームミスった。あー、マジですいません。ちょっと待って。あ、よかった。ほら、見てくださいよ、このさっきのミス。動画撮ろうとしたら、ちょっと甘く見てましたね。マルチってやつを。で、さっきの話したかったことなんですけど、このクララーパスね、自分にとっての600円も高すぎたんで、もう、まあ、自分にとってね、別にクララーパス自体で600円は非常にいいコスパだと思うんですけど、自分にとっては600円もとても払えないということで、今回も見送りさせていただきますということで、まあ、ラスト行ってみましょう。強いんだけど、これもう、マルチでこれで回すまであるわ。じゃあ逆にこれに勝てるデッキって何ありますか？あ、クロスに勝てねえ。終わった。ガチでクロスに勝てねえじゃん。だからポイズン必要なのか。でもポイズン入れる要素ないっすよね。なんかザップが強いんで、ザップアイスピが、なんだろうな、例えば、ラバ出されて、変なところからガゴとか出されて、そこにトルネ使わせてからのバルーンとか相手してきそうなんですよ。
それに対してアイスピザップとかあると、まあ、ファルチェのケアになりますね。アイスピとかで止めてる間にファルチェみたいな、なんか美味しい、なんかファルチェみたいなイチゴの料理ありますよね。フェルーチェみたいな、あれめちゃくちゃ好きでした。最近食ってないですけどね。あれ嫌いな人多分いない、マジでいない。あれだけはマジでいないと思うんです。どんだけ日本嫌いでもあいつだけは嫌いになれないと思うんですよね。どう思いますか？だから俺ここでさ、なんか質問系飛ばしてもさ、何も答えてくれる人がいないんで、まあ、ただの独り言なんですけど、あれ嫌いになる人いないっすよね多分。いちごアレルギーと。でこれにダックプリを出してあげ、あべ、コウモリが活躍したわ。今のはコウモリが、全員インドラの方に行ってると思って出したダックプリでしたね。あそこら辺から出すと、スケバレをタイミングよくワンパンできたりする時もあるんですよ。あ、これ、あれだ。俺は騙されなかったよ。で、ここでトルネをかけてあげることによって、キング起動をしつつ、うん、うん。で、ここでコウモリ切ったと、あペッカファルチェかダックプリファルチェを作ればいいんですけど、でもダックプリファルチェだとメガナイトに潰されちゃうんで、ペッカファルチェですかね。ペッカファルチェをどっかで組めれば、もう相手からしたら止まんないはずなんですって。で、そろそろあれかな、スケバレかな。で、このタイミングとかで出してあげると、ダックプリのダッシュで範囲で一気に消し飛ぶ。見てろ、バゴン。あれ、あ、狭くなったんだ。ここでケツペッカします。でもここで逆サイドメガナイト来たら、オッケーオッケー。でここにファルチェつけちゃって、どうしようかな。これはトルネでまとめちゃいます。痛いけど、痛い。でここでザップ使わせた。俺はここでザップを使わせたんですよ。そうすることによって、ここでザップ、あ、タワー当てなきゃよかった。やっちまった。やべ、全然取ってねえ。なんかダックプリっすかね。位置が悪かったのか、それとも射程が短くなったおかげで。オッケー、来た。これカウンター、行く、よし、行くぞ。インドラ来ても関係ない。あ、来た。これ、あ、これもうどうやって止めんので、今回はインドラにだけザップ打ちました。タワーにザップ打つと、タワーの竹がタワーの竹がスケルトンラッシュに向くことによって、このね、やりゴブとかとタワーのアタックだけで処理しやすくなっちゃうんで、こういうね、スケルトンラッシュにザップを入れてるデッキはタワーに竹を取らせるか、まあえてタワーに竹を取らせてユニットを入れるっていう場合もあるんですけど、そういうところを考えてやった方がいいですね。じゃあ今回のこの紫式部デッキで終わろうと思います。ドスエー。